どうもシングルパパです。今日ですね、前回の動画でね、セレクテッドカスタムモーターサイクルにオイル交換に私行ったんですけども、帰りですね、撮影が終わって帰ろうかなと思ったら、西岡社長がね、よろしかったらまだちょっと時間があるんで撮影どうですかっていうご提案いただいたので、実はですね、あの後2本動画を撮らせていただくことができました。ありがとうございます。でその内容としましてはですね、ちょっと内容は濃くなったんで、前編後編と分けてね、動画の方ねアップさせていただきたいと思っております。まず1本目の前半としてはですね、西岡社長個人に対するこのインタビュー形式って形でね、いろいろ聞いてまいりました。西岡さんのとのこのハーレーの出会いとかね、そういう形をね、ちょっと質問をね、違う角度でぶつけてみたんでね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。そして後編はですね、我々ライダーサイドからの質問としてね、ちょっと代弁する形で私がいくつかね質問をピックアップしたんで、後半ではそちらの方をね、ちょっと投げかけて、カスタムであったりとかね、こういうものは大丈夫なんですかとかいう質問をねしてみたんで、インタビュー形式の前編で、質問形式の後編って形でね、お届け2回に分けてねお届けしたいと思いますんで、どうか一つよろしくお願いいたします。でですね、もう一つお知らせがあります。私今回のこの西岡社長との出会いもそうなんですが、たくさんの方と最近知り合うことが増えました。それはですね、もう動画でも僕ちょくちょく触れるんですけども、 SNS アプリであるクラブハウスって皆さん結構ね、ちょっと最近落ち着いたと思うんですけども、耳にされた方もいるんじゃないのかな。タイトルとしては、ハーレー・ダビッドソンヘッドライナーズという形でですね、ルームの方立ち上げてます。お昼12時5分10分からお昼休みを利用してね、13時ぐらいまで、まあ、小1時間ね、月曜日から金曜日まで、ね、やってます。ルーム開いております。そして夜はですね、まあ、9時半10時って遅くなる場合もあるんですけども、そこから夜スタートして、夜だいたいまあ11時半から12時ぐらいまで、もうほぼ毎日やってますんで、そういったところで今回ね、西岡社長とも出会って、たくさんのね、もう本当に業界の方であったりとか、バイクに通ずる方がね、大好きな方がね、ハーレー・ダビッドソン大好きな方がいろいろね、こう出てくる、出ては入って、出ては入ってって、もう自由、出入り自由なんでね、そんな形でいろんなね話の共有をしてますんで、もしよかったら皆さんもね、クラブハウスにね遊びに来ていただければと思います。そういう形でね、まあオフ会というか、クラブハウス内で出会った方のツーリングなどもどんどん行ってますんで、もしよかったら遊びに来てください。はい、ではですね、動画の方をね、ここからスタートしますんで、お楽しみくださいませ。ということでスタート。すみません、今日よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、で、まあ、今日オイル交換していただいて、まあ、これから、はい、まあ、その動画別でね、皆さんの方にお知らせできればなと思います。シングルさんのインプレッションをね、よろしくお願いします。って形でね、定期的に皆さんの方にもお届けできればなと思ってやっていきますんで、お楽しみになっていただければと思います。まあ、でもその中で、実は今日、ね、いくつか社長の方に質問していきたいな、西岡社長の方に質問していきたいなと思ってるんで、はいはい、よろしいですか。もちろんです、大丈夫です。で、まずですね、こちらのお店の前に最初にやられてたっていうのは、横浜店からセレクトさんは、歴史の話ですね。はい、はい、一番最初にやってたのは、ガレージを買って、はいはい、ガレージで友達のバイクとか先輩のバイク、はいはい、まあ、自分のバイクを趣味でやってて、うん、はい、でたまたまそこに僕の先輩がご友人を連れてきていただいて、はい、でその方が自分でバイクをカスタムしていただいて買ってもらって、でお前お店じゃないんだから、お店を出せ、お店を作った方がいいよ、これだけちゃんとやってるんだったらって言われて、でその勧めもあって横浜のお店を建てたんですね。でその時に、まあ、僕は会社の社長になるわけなんで、はい、そういうやり方も全然わからなかったんで、その方が社長さんだったんで、いろいろお金の借り方から建物を建てたりとか、借地土地を借りたりとか、いろんなことを教えていただいて、でその横浜店がオープンになったんですね。まあ、順調に行きまして、はい、品川の方にもう1店舗出そうということで、はいはい、2店舗目というか品川のお店をオープンしたんですね。はい、ただそこが、定期借地だったので、はい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 、いつか必ず出ていくタイミングが来るという場所だったんですよ。5年半そこにいまして、たまたまいいお話があってこっちに移らないかということで、はい、で蒲田の方に環八沿いに、ここに見せるのが2013年1月19日、はいはい、そうです、その通りです。2004年がそうですね、まあ、これ横浜店をオープンし た、ね、ハーレーってとの出会いが西岡社長あったと思うんですよね。高校生の頃ですね。はいはいはい、はい、僕が高校生の頃なんで今から30年ぐらい前ですかね、うん、になるんですけど、その当時流行ってたのは、はい、レーサーレプリカ全盛期、はい
で周りの友達がやっぱり NSR だったり、はい、CBR だったり、はい、VFR だったりっていう、はい、ホンダ、ヤマハ、スズキ、ガンマとか、うん、そういうのツーストが流行ってて、はい、高校生になったら16になったら免許を取って、うん、CBR の 250WR か、はい、NSR 買おうと思って、はい、でもう中学2年ぐらいの時からもう思ってて、もう中学生なのに頭の横にはヤングマシンとオートバイをずっと山積みにして、もう寝ても覚めてもバイク雑誌読んで、高2になって僕早生まれなんで免許を取れるのがもう約みんなより1年ぐらい遅れちゃうわけですよ。なるほど。でもその間にみんなはもう原付を買い、その後もうそのレーサーレピリカ買ったりとか峠に行ったりとかするんですけど、僕免許ないんで後ろに乗せてもらって遊んで行ったりとかして、16になってすぐ免許取って、お金貯めてたんですけど、誘惑に負けて原チャリ買っちゃったんですよね。もうあの最初は NSR 買おうと思ってたのに、もう我慢できずにそのすぐ乗りたいです、すぐ乗りたくて、もう現金で買えるセピアを買ってしまったんです、鈴木セピア。はい、ありがとうございます。でもやっぱりオートバイみんなが大きいの乗り始めるとオートバイ欲しいってなって、やっぱり NSR だってレッドバロンに毎日のように学校終わってから足を運んで見て、で店頭在庫で、まあ、中古なんですけど安いのがあって、でその当時まだ学生でもローンも組めた時代だったので、親の許可があれば、でそこに親父をもう説得して説得して、頭金もあるからお願いしますって言って、である日親父と一緒にそのレッドバロンに行ったんですよ。でそこに行って、よしじゃあこれが欲しいんだと、でこれはローンをって言ったら、うちの親父がちょうどその時出たばっかりのスティードを見つけて、うちの方がかっこいいからこっちにしろよ、いや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 、これじゃ板積みできないからみたいな違うんだよ、俺が欲しいのはレーサーレプリカで、こっちのこのフルカーブとかこういうの、せめてこういうのなんだよみたいな、俺が保証人になるのにそんなわがまま許さない、こっちの方がかっこいいからこっちにしろ。でももうどうしても欲しかったんだよ、もうみんなと遊びに行くのに、オートバイがないと、もうこっちが折れて、もうとりあえず何でもいいや、またあのローンが終われば新しいの買えばいいや、そしたらそこら辺からスピードが大ブームになって、むしろなんか先見の明があるじゃないですけど、周りがみんなレーサーレプリカ乗ってたのに、アメリカン欲しい、 SR 欲しいみたいな、そういうストリート系が流行っちゃった、それで僕は意図せずスピードを買ってたのに、なんかちょうどいい感じになっちゃって、時代の先取りというかファッションリーダー的ですよね、でカスタムするようになり、っていうところから、まあもうそのアメリカンのブームというか自分の中でのアメリカンが始まってて、でそうすると知り合ってくる先輩とかも、まあ、地元の先輩でやっぱハーレー乗ってる人とか憧れちゃうわけですよね、かっこいい先輩がいて、今でも付き合いあるんですけど、その当時ショベル FLH の1350のかな、1340 の, その FLH の乗られてる、もうストリップしてチョッパースタイルで、でもう憧れて憧れて、当時まだ新車がエボ出たばっかりぐらいの時だったんで、かっこいい、いつか俺もショベル欲しいな、まあ一番最初のフレアはそこですよね。へー、もうじゃあある意味お父さんのおかげなんですね、今こうしているっていうのも。そうですね、過去でもないというか。そうですね、はい、あの父がもう横暴にこれにしろって言わなかったら、多分膝すりして、もしかしたら僕の性格だから、峠で死んでたかもしれない。いやいや、まあでもお父さんの影響もあって、まあ、スティーブ乗れた、そこらが入り口となって、そうですね、現在に至ると、はい、何がきっかけで、そうですね、っていうのは考えさせられるものありますよね。ありますね。そういうことを考えると、まあ、感謝というか親に、まあ、またその当時地元にかっこいいハーレー乗ってる先輩がいたっていうのも、やっぱり僕にとってもやっぱ大きかったっていうのもありますし、きっかけがあって時代の背中を押して、そして自分が憧れる先輩っているじゃないですか、学生の時に。ありますね。その時に、そこがまたマッチして引き上げていく。大人に対しての憧れってやっぱり若い時ってすごいじゃないですか、自分も早くそうなりたい、まあでもそれで初めてハーレーを手にするまではまだまだ先、そうです、10年ぐらい先になるんですけど、なんか考えさせられますよね、いろんな中で人の出会いがあって、まあ、憧れがあって、まあ、でも漏れることなく、まあ、きっかけはそういう形でハーレーに入っていくと。で続きましてですね、その中でですね、社長が選んだのは、セレクトさんが主に選んだのはヴィンテージよりも現行のハーレーにやっぱりフルカスタムであったり力を入れてると思うんですけども、複雑には考えてないんですけど、まあ、まずうちの店で一番大事にしていることが一つあって、お客さんからの注文を基本的に断らないっていうスタイルを貫いてるんですね、ここがうちのストロングスタイル。それ以外、まあ、自分たちのその押し付けるこういうカスタムがいいんじゃないかとか、ああいうカスタムがいいんじゃないかみたいなのを押し付けるっていうのはあんまりやりたくないなっていうところと、
かといって、はい、お客さん 100% になっちゃうと、はい、店の色がなかなか出にくいのかなっていうところもあって、はい、お客さんから言われたものを 120% 返すっていうのをモットーにしてるんですね、はいはい、なので求められてることが新しいバイクをいじってくれであれば新しいものをずっといじるし、旧車を直してくれだったら旧車もやるし、うん、国産だったら国産もやるしっていうような形でやっているので、今多分お客さんが求めているものが、うちにセレクテッドに求めているものが新しいバイクをいじってくれっていうことなのかなと思って対応しているっていう感じです、うん、なるほどですね、はい、で次ですね、うん、こちらのセレクテッドさんといえば、はい、ロイヤルシリーズだと思うんですけども、まあ、まずロイヤルシリーズっていうのは、はい、うちの店長の、はい、ヒューさんが、はい、自分のバイクを改造したいと、でこんな形にしたいっていう形がロイヤルクラウンズだったんです、まあ、それをみんなでやろうではないかと、はい、徹夜してエンジンを手磨きしてポリッシュしたりとか、もう本当ね、パンキンしたりとかいろんなことで、理想の形を作り上げて、はい、でショーに出して、はい、評価を得て、はい、であれと同じものを作ってほしい。なるほど、はい。でも同じものを作るのは正直タブーというか、まあ、量産するわけにもいかないようなモデルだし、やっぱり少し違う形にしないと個性を大事にしたいなっていうところもあるんで、そういう注文がやっぱり多くなって、でロイヤルっていう、で最初だからヒューが作ったものがロイヤルのシリーズだったんですけど、はい、まあ、3代目4代目になるにつれて、まあ、僕もデザインするので、で僕が持ってるラインナップとしてはピースメーカーシリーズっていうラインがあって、はい、でそれはあの洋服屋さんのロアーさんの、はい、浜中さんってデザイナーの方がいるんですけど、はい、その方と一緒にコラボして作ったバイクが、はい、ロアー ×SCN っていうバイクがありまして、はいはいはい、そっちのラインを僕がデザインして自分で乗ってたんですね、はい、だからちょっとこう2系統あるんですけど、はいはいはい、でもヒューライン、僕ラインって2つあるんですけど、はいはい、ここはこうクロスしたいです。だからヒューのデザインうん、ヒューのロイヤルを僕がデザインしたり、ヒューがピースメーカーのバイクをデザインしたりとかっていうような感じで、はい、うん、まあいろいろで、まあ決定は2人でやってるんで、はい、2人でというか、まあみんなでやってるんで、このじゃあ2つの、まあ、ブランドというかシリーズ、そうですね、まあもうでもロイヤルは正直あんまりなんていうんですかね、型にははめたくないというか、あんまりこれだからロイヤルみたいなのじゃなくて、やっぱりあのセレクテッドが作る、まあ、そのフラッグシップモデルはロイヤルシリーズっていうような感じ、はい、であの形に近いものはロイヤルシリーズって感じかなっていうふうに決めてやってるんですね、はい、なので例えばキャブではなきゃいけないとか、フレームはストレッチしてなきゃいけないとか、フロントのホイールはいくつでとかなんとかって、そういうしきたりみたいなのはないです、はいはい、今後もじゃあロイヤル展開していくんですかね、シリーズ的には。なんですけどやっぱり似てきちゃってるじゃないですか、はいはいはい、まあ、ロイヤルシリーズダーって並べてみたらほとんど同じ形なんですよ、はい、なるほど、はい、で、まあ、僕らから提案するロイヤルシリーズっていうのはもう次でやめようって決めてるんですね。そうなんですね、はい、でもその最後の受注も受けちゃってるんで、はい、もうロイヤルは多分作らないです。作らない、はい、ちなみに今回の何代目になるんですか。10代目です。じゃあ10代で一旦完結、やっぱ新しいことをしなきゃいけないので、はいはい、でお客様の注文もやっぱ徐々に変わってきてるんで、はいはいはい、でセレクテッドに行ってロイヤルを作ってもらうんだみたいな、うん、憧れを持って来てくれるお客様もいらっしゃるんですけど、はい、まあ、ロイヤルシリーズっていうのはもう要するに概念みたいなものなんで、うん、来たらやっぱり新しく想像していくものを作りたいし、うん、今の時代に合ったものに変えていかなきゃいけない、うん、でツインカムからミルウォーキーに変わった、はい、でミルウォーキー8で最後1台ロイヤルらしいのを作って、はい、でもそれって結構難しいんですよ、ミルウォーキー8をロイヤルシリーズっぽくするのって、はいはい、なのでこれからは新しいロイヤルに変わるものにしていきたいなっていう。なるほどですね。まあ、でもだから今回10代目最後、とりあえずファイナルっていう形でね、また新しい、またテーマでやってるってのが出るけど、ロイヤルシリーズはここで一旦完結なんだよってところだけで、まあ、ちょっとそれも楽しみですね、はい、どんな形になるのか。ちなみにその注目を受けたの2年前なんですけど10代目のロイヤル2年前だそうですね、はい、まだ着手してない。着手してない、はい、それいつ頃完成できそうなこの3段って計画ってあるんですか。いや本当は今年だったんですけど、ちょっと去年のコロナでだいぶ押してしまって、はいはい、まだ去年仕上げる予定のバイクも出来上がってなかったりとか、部品が入ってこなかったりとか、いろんなトラブルがあって、はい、
まあ、1年2年はちょっと遅れちゃうかなっていう感じではありますね、うん、まあ、でも皆さんね楽しみですよね、はい、ぜひ差し支えなかったらその場で、ね、また撮影させていただけると。もちろんです、もちろんです、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。でですね、次の質問なんですけども、はい、先ほどもちょっとその部分触れてると思うんですけど、やっぱりビルダーとして我々から見るともうセレクテッドさんというともう第一線をこう駆け抜けてる、まあ、雑誌見たりご存知に賞を取って第一線をね駆け抜けるビルダーとしてその辺に感じてるこのプレッシャーであったりとかあるのかなと思いまして、まあ、やっぱりあの日本屈指のカスタムビルダーとして、はい、まあ、やっぱ常に素晴らしいものを送り届けなければいけないっていうプレッシャーを感じながら、はい、日々過ごしているわけではないです。ないですね。僕がもうトップクラスだと思ってないですし、やっぱり素晴らしいビルダー日本にはいっぱいいるんで、はい、もう本当に僕は自由にやってるというか、もう自分がやりたいことをやってるってだけで、はい、であとは、まあ、もちろんちょっと違うのはお客さんのやりたいことを自分を通して表現するっていうような形ですね。だからアーティストではないので、例えばこのタンクの形でこういうデザインでこういう風にしたいとかっていうのはもちろん自分のバイクにあります。でもそれってみんな皆さんが持ってることで、はい、それを表現するのに僕使ってもらえればいいのかなって。まあでも当然セレクトさんに来るってことは、まあ、そこら辺のなんかイメージというかセレクトさんのこの中にあるイメージをまあ起こしてくるわけであって、まあ、そこの中でお客さんの要望を取り入れて、はい、まあ、表現していくっていう形で、はい、ベースはまあ皆さんこうセレクトさんがカスタムする車両を見て多分来られてると思うんで、そこら辺は入りやすいところではあると思うんですけども、はい、当然なるほどね。だから特にこうプレッシャーを感じてやってるんじゃなくて、単純に楽しいものをお客さんと一緒に作り上げていくと。そうですね。であんま本当に意固地になって考えるとこういうデザインじゃなきゃダメなんだとかってなっちゃうじゃないですか。でも僕はそういうのは全部取り払って、うん、でもそのお客さんにとって最善を施してあげるのが、まあ、商売だと思うんで、例えばシングルさんがこんなことしたいんだ、はいはい、でも明らかにタブーだ、おかしい、うん、で僕の中でそれはシングルさんダメですよ、良、うん、くないです、やめましょう、もう終わりじゃないですか、そこで、そうです、思った気持ちが終わりじゃないです、ね、じゃなくって言われた、あいいですねと、それじゃあそういうふうにしましょう、ただここを興奮するともっといいですよとかっていうような、うん、イエスで全て答えてもっとプラスしてあげるっていうのがセレクテッドのスタイルなんで、ああもうそれはできませんじゃなくて、はい、やりやすいっていうやりにくいとかって都合があるじゃないですか、はいはいはい、例えばフロントフォークを20インチ伸ばしたいんだ、はい、危ないかもしれない、はい、でも20インチ伸ばすのはやりましょう、ただそれだと実際走れるか走れないかどうなのかわからない、例えば家に飾っとくだけかもしれない、その人であればやりますし、走るんであれば走る最低限の長さまで伸ばしてこのぐらいどうですかっていう提案をこっちからすれば、その間を取っていくじゃないですけど、すり合わせをしていくわけですね、現実的な話。それがやっぱりバイク作りの一番大事なところだと思うんで、例えば僕がこのデザインを作りたいんだ、こういうふうにしたいんだみたいなのがあのカスタムビルダーではないと僕は思っている。なるほどですね、すごく分かりやすかったですね。確かにお客さんってかっこいいを追求してしまうじゃないですか。例えば僕がスポンサーですね、スポンサーフロントフォークがついてると思うんですけど、それをこうなんていうのスプリンガーフォークにしたいとか、うんうん、言い方もいらっしゃると思うんですね、はい、いますよ。だけどそうするとお客さんっていうのはでかっこいいかどうかで判断する場合があるじゃないですか、うんうん、だけど現実問題はそれだとやっぱり作り手からするとスポーツカーじゃなくなっちゃうよね、それだと、うんうん、というような意見もあると思うんですね。多分おそらくそういうところからこう整合性をビルダーさんとして実際の使い勝手問題を提案してみたりとか、それだとこうなっちゃうよねっていう、うんうん、まあ、僕だったらもしスプリンガーフォークつけたいなって言われたらやりましょう。つけます。つけます。で、つけるためにはどうやったら完璧にマッチしてさらに走りやすくできるかっていうのを見せるのが腕の見せ所なんで、はい、例えばいやスポーティエイトにスプリンガーフォークなんて絶対やめた方がいいですよっていうのはもう簡単なんで、はい、そんなセンスのないビルダーは絶対ダメだと僕の中で思ってるんで、はい、まあ、ビルダーはっていうかセレクテッドのスタッフとして、はい、そんなセンスのないやり方はないなと思う。もう固定観念ね、これでなきゃいけないじゃなくて、はい、それだったらじゃあそれを使うにはどうしたらいいか、どうなったらベストなのか、例えばタイヤは変えましょうとかホイールも変えましょうとかフロント周りの荷重を抑えてとか輪郭を少し調整してとかっていうのがビルダーじゃないですね、
カスタムをする、改造する上で一番大事なことなのかなって思ってます。へー、なんかすごく勉強になります。なんかいろんな意見がある中ですごく可能性が広がるというか。そうです。あのうちはこういうのやらないからそれ違うよっていう概念ではなく、セレクト決断としては一旦受け入れて、じゃあそうするにはどうしたらいいんだ、はい、ただまあやっぱり事故るなとか危ないなとかっていうのはやっぱりやんわりその直しますよ、はいはいはい、あのそれがモット出しなんで、はいはいはい、まあそうですよね、事故したら何もならないっていうことですね、危険が伴ってしまったら。カスタムで、はい、シングルさんが西川さんフロントブレーキかっこ悪いんで外してください、はいはいはい、それはもう法に触れちゃうんで、そうですね、ダメですダメですね、フロントブレーキがない年式のバイクを買ってなんかやりましょうとか、うんうんうん、そういう提案はできるんで、うんうんうん、逆を言うとですね、はい、まあそうするにはどうした方がいいかっていうことになると、まあそういう時代で OK だったものを出すという、はい、今のバイクはダメなんで、ダメですよね、まあ、ある程度やっぱり、うん、ある程度じゃないですね、その安全性っていうのはやっぱり一番大事なんで、うん、安全性と法に遵守した形でやっていくっていう形なんで、はあ、ありがとうございます。まあその中でですね、あの今もう答えが出ちゃったのかなって気がするんですけど、まあ、カスタムする上で一番大事にしていること、ディレクターとして一番大事にしていること、まあ、ちょっと復習するかもわからないですけども、はいはい、そうですね、まあ、あのお客さんの意見をよく聞くってことです。やりたいって生まれた気持ちを潰さないようです。これが僕の中で一番大事にしていることですね、うんうんうん、まあ、差し支えなければあの教えていただきたいんですけど、今このセレクテッドカスタムモーターさんでね、こう今一番動いている大事なこうプロジェクトって何かあるんですか？今は8月に一応今のところですね、はい、ジョインツ、はいはい、開催する予定になってて、はい、まあ、もう去年開催できなくて、はい、やっとみんな集まれるっていうところなので、うん、はい、まあ、本当にその世の中 の、 その感染症の状況がどういうふうになってるかっていうのもちょっと心配される部分ではあるんですけど、はい、とりあえずはそこに出す場合と全力で今、まあ、やっているっていうところですね。ジョインツに向けてのプロジェクトが動いている、それがセレクトとカスタムモーターサイクルさんで今動いてるプロジェクトって感じですね。そうですね、今一番。逆になんかこう秘密ネタとかないんですか？秘密ネタですか？これまで今開発で言いづらいんだけど、こんなの考えてんだよなとかあったら、多分あるんですけど、はい、頭の中にあることで決定まで至ってないようなことばっかりなんで、はい、大体思いついたことはすぐ僕 YouTube で言っちゃうんで皆さんご存知でね、 SCM チャンネルご覧になってるかと思うんだけど、まあ、大体言っちゃってますよね、いろんなこと。そうですね、もうすぐ言いたがるんで思いついたら、でそれ本当にやるんですかみたいなことを言っちゃうんで、はい、周りがドキマキする。ああ撮ってる側がですね、はい、大体撮ってるのって誰が撮ってられるんですか？横浜だとあのフミヤって一番若いやつがいるんですけど、はい、彼が撮ってくれたり、はい、こっちだと東京 MG が、はい、ヒエさんっていうのがいるんで、はい、ヒエさんが撮って、じゃあみんなスタッフが撮って、はい、撮りながらえっていう感じになってるわけですね。本当にそんなのやるんですかみたいなで、まあ、やるって言ったら絶対聞かないんでやります。あ、はい、あの楽しみにしてください皆さんね。まあ本当にあとは最後に、ご質問なんですけども、はい、まあ、いろんなそういった中でさまざまな苦労ある中で社長ね、はい、セレクトさんの社長さんの動かす、突き動かすものって何なんですかね、原動力は。何ですかね、まあ、バイクが好きですね。だからなんかよく答えだな、大人が言うのって、うん、その好きを商売にすると辛いことが見えてくる、そういうのなったことないんですよ、僕バカなんですかね。いや、一回もないですね。もうなんで俺バイクなんてやり始めちゃったんだって思ったこと一回もないです、ここ17年やってますけど、はい、一度もないです。皆さんね、今聞いたままです、好きだ。もうよくある表現の中で僕夢中って言葉があるじゃないですか、はいはい、もう夢の中、はい、今まさに石場社長は夢の中にずっといるような、この2004年かな、始めてからずっともう夢の中にいるような感じ で、 そうですね、延長線上にまだまだ夢中で、はい、まだまだこれからもやっていくんだよ。で僕もシングルさんに聞きたいことあるんですけど、はいどうぞ、はいはいどうぞ。なんでクラブハウスでシングルルーム作ろうと思ったんですか？はい、ですね、僕はハーレーに乗ってまだ1年ちょっとなんですよ、正直言って、うんうん、はい、でその前もバイクほとんど乗ってない、ただバイク歴で言うと2年ぐらいしかないんですよ、うん、で、まあ、まあ僕子供がいるんですけど父子家庭なんで、子供がやっと中学校になったんでこの4月で、はい、でなんかあの、まあ、大きくなったんでなんかやれることないかなと思ってバイク昔から乗りたかったんで、うん、でもう憧れがずっとあって、憧れがあって、はい、いよいよ免許は30
前半ぐらいに撮ってたんですけど、だけど全然乗ってなくて、で、まあ、今回もうずっと持ってた思いをいいですね形に変えて、いや、そういうの知りたかった、はい、でバイク乗ってるんですけども、うん、でその中でといってももういい大人なんで周りにバイク乗ってる人もいないわけですよ、知り合いとか。そうですね。そうするとそこから始めたのがだから YouTube だったんですよ。でシングルパパルームっていう感じで YouTube を展開したんですよね、はい、その中で少しずつ輪が広まって、でも具現化するまでに至ってない、要するに友達としてツーリング行こうとかいうまでにはなかなかつながらなくて、うん、でその中でこのクラブハウスっていうのができたっていうのをキャッチして、それまではもう SNS、インスタもツイッターもやったことなかったんですけど、で、始めたんですけど、それでもなかなか実際いろんなお知り合いができるものの形にならなくて、うん、でクラブハウスがやってきました。どうしようかな。でも見るとまだ誰もハーレーの、うん、もう行き合いなかったですね、はい、で最初はちょっとバイクルームとかなんかちょっともやっとした感じでスタートして、はい、その中でいろんな方とバイク乗ってる方と知り合って、ハーレーってもう歌っちゃえばいいじゃん、そしたら、うん、ハーレーやりたいんだろう。日本で流行って2日目ぐらいだったんですよね。でもう2日目3日目にはハーレーダビッドソンっていう名前を使わさせていただいてルームを展開させていただいたんですよね。いや僕はもう正直、うんはい、クラブハウス自体がよくわからない状態で、はい、まあ、友達から招待を受けて、はい、やってみた方がいいですよって言われて、はい、で、まあ、何の期待もせずに、はい、たまたま見てたら、あ、こうハーレー・ダビッドソンって書いてある、これ入ったらどうなるんだろうって思いながらはい、はい、いいのかなっていう立場的に僕もなんかルーム開いた方がいいよとかって言われてたんですよ、はいはい、ただやっぱりお店側の人がルームを開くとやっぱりどうしても対そこのお店に来たことないお客さんとかからはやっぱりちょっと入りにくいとかっていう、もう本当店構えと同じでセレクテッド入りにくいよねみたいな感じになるのが嫌だったんで、はい、まあ、僕はどっかのルームに遊びに行っていろんな人の話聞いて自分の仕事にフィードできればいいなっていうことで、はいはい、まあ、チームさんの部屋を見つけて入って、はい、すごいあったかいし、なんかこういろんなことを知りたがるっていう人たちが多いじゃないですか。そうですね。で、僕が知ってることでよければ間違った方向には行ってもらいたくないなっていうのもあるので、まあ、そんなおこがましいですけど、まあ、ある程度、ね、何年もバイクに携わって仕事をしてきてる身なので、そういう意味ではなんかあそこの部屋に入っていろんな人と喋って、でやっぱ夢はね、みんなで走り行ったりとかそうです、ね、っていうのができたらいいなって言って、ちゃんとそういう場を常に設けてくれてるシングルさんにはもう感謝してます。いやいや、とんでもないです。本当にあの皆さんね、今、そういう話はせっかく出たから言うんですけども、実はその社長との出会いっていうのはクラブハウスなんですよね。そうなんですよ。でたくさんの今も有名な方であったりとか、その世界で有名っていう方ちょっと失礼だな、あの活躍されてる方が、ね、ハーレー・ダビッドソンと名のもとに皆さんこう遊びに来てくださって、全然なんか全然知らない人間がねこう立ち上げちゃって、僕は事の重大さに後々気づいてくるんですけども、でも確かなのはこのような形の出会いがある、そういう一つのツールを使うことによって、今まで自分の生きてる世界の中では絶対になかった出会いがそこにはあって、だからある意味 SNS ってすごくなんか最近では残念なこともあると思うんだけど、本来の目的っていうのはやっぱり人との出会いの素晴らしさであって、それを今回このクラブハウスっていうのは素晴らしいんだなって、うん、でタイムリーでレスポンスよくお話ができるんで、ライブ感でね皆さんとお知り合いになれるんで、非常にあの今までと違ったツールなんで、ぜひね皆さんも遊びに来ていただきたいと思うし、僕のルームにいる方も、じゃあお前はあのルームを立ち上げてるからこうやってしてもらえるんだろうじゃなくて、皆さん、はい、西岡さんともお友達というか、はい、もうなっていただいて、本当にだから今までそういう自分と出会いがなかった方もこうやってつながるし、僕以外もそうやってつながってるし、あの本当に実際もう皆さん、例えば北海道の人がちょっと部品がないんだよねってケースがあったんですよ。実はディーラーさんでもなかなか手に入らないんだっていう部品があったよ。それを社長の方に何の気なしに言ったら、もううちにあるよ、はい、次の日あったんで、もう次の日にはもう発送みたいなね、はい、あの北海道の方に発送っていうね、だからそういったね、本来僕が求めてるのもそういうところだったんで、トラブルあったりとか知識がないで、僕なんかみたいにさっき言ったように経験がない、知識もないルートもない、だけどちょっと敷あのエナジーセレクトさんみたいなところとちょっと敷居が高いとか思っちゃってる人間も、うんうん、そういう誤解が取れてくる、ね、はい、誤解が取れてくるんですよね、うん、でそういう出会いもある、はい、だから今後もそういう部屋で発信していきたいですし、僕もハーレー文化を盛り上げる一つの僕が経験したことを皆さんにも体感していただきたいし、もっともっといろんな方がジャンル問わずこういう、フルカスタムをやってるお店なんかもそういうふうになんか敷居が高い、はい、なんか
お金がないと入れないんじゃないかとか。オイル交換だけで来る人いますから大丈夫です。本当に素晴らしいツールという形で、まあ、質問逆にしていただいてありがとうございます。いえ、とんでもないです。でも本当にあの感謝してますし、これからもずっと関わっていきたいなと思いますし、はい、なんか僕が相談したいこともあると思うんですよ。この先シングルさんにこういう部品作ろうと思ってるんだけどどうかなとか、やっぱりそういう部分で相談相手、うちのお客さんともそうなんですけど、フランクにいろんなことを質問し合って、で気づいたことで作っていくっていうことも多いので、そういう部分でやっぱり人、いろんな人がいて、その人たちが考える考え方っていうのはすごく大事だなって思ってるので、あの、よくも悪くもいろんなことを話し合っていただければ自分の糧にはなるのかなと思ってるので、今後ともよろしくお願いします。まあ、今日は本当お時間の少ない中でこうやっていただいてありがとうございました。はい、あの西岡社長にね、いくつかご質問していただいて答えていただいたという回になります。またね、次の動画でもね、なんか素晴らしいことをね提案していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。どうも。バイバイ。バイバイ。